バジル・ヒュームは、カトリック教会の後位聖職者。ガンで死亡するまで、数奇教、ウェストミンスター大司教、イングランドとウェールズの司教の長であった。カトリック界だけでなく、マーガレット・サッチャー元首相や、トニー・ブレア元首相などの政治家や多くの有名人と、幅広い交流を持ち、バチカンとの橋渡しをするなど、活発な活動で注目された。その一方で、 教区長時代にカトリック司祭による子供への性的虐待を隠蔽していたことが発覚したり、数百人の少女に対する性的虐待で世間を騒がせた元 TV パーソナリティのジミー・サビルとも親しく、入会が非常に難しいと言われている、老舗の会員制クラブ、アーセナムにサビルを強く押して会員にしたことが指摘されるなど、批判も少なくない。 アンプルホースチャイルドアビューズスキャンダルハッシュと、アップバイバジルヒュームヨークシャーポスト、サージミーサビルコゼスワングウィッシュアットザーソニームザ、テレグラフ。ありがとうございます。